ジークフリート・カッシェジークフリート・カッシェは、ナチス・ドイツの外交官、突撃隊の将軍。最終階級は突撃隊大将。クロアチア独立国駐在のドイツ大使を務めた、シュトラウスベルク出身。ポツダムとフェルデの士官候補生学校を卒業後、1919年から1920年まで、ベルリンとワルト諸国で、義勇軍として活動した。 1925年に突撃隊に入隊する。1926年1月に国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、ポンメルンの突撃隊指導者となる。1928年から1931年からオストマルク大管区の副大管区指導者に任命される。1930年9月に国会議員となる。1934年の長いナイフの夜においては、 ヘルマン・ゲーリングに異議を申し立てたことにより釈放され、難を逃れている。1936年11月9日に突撃隊大将へ昇進し、1937年11月には突撃隊集団、ハンザの指導者となる。1941年4月から外交官として外務省に配属され、4月15日にクロアチア独立国駐在の大使に任命された。 これは外務大臣、ヨアヒム・フォンディッペントロップが新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの外交的野望を阻もうとする突撃隊と手を組んで、新英隊の暴走に歯止めをかけるためであった。4月20日にザクレブに到着し、クロアチア独立国におけるユーゴスラビアパルチザンに対する数軸軍の共同活動を提唱した。 また、アンテパベリッチとウスタシャに対して、好感を持っており、政策を擁護した。また、クロアチア駐在軍政長官であるエトムンと、クライゼ・ホルシュテナウと対立した。1944年に、クロアチア独立国を連合国軍側に参戦させようと、スルボキッチとロルコビッチの反乱が失敗すると、ホルシュテナウが陰謀に関与したと中傷し、軍政長官から解任させた。 1944年4月18日に、クロアチアはユダヤ人問題が解決された国の一つであると、ベルリンに報告している。1941年7月17日に、東部占領地域帝国管区モスクワの国家、弁務官に任命されることが予定されていたが、東部戦線の戦況変化により任命されずに終わった。戦後、ユーゴスラビア連邦人民共和国に引き渡され、 1947年5月29日に、スラブ国バテルニクラクロアチア独立国交官たちと共に裁判にかけられ死刑判決を受ける。1947年6月7日に、公主刑に処せられた。英語版の参考文献平年、P130 平年、P287。ありがとうございます。